いつもご視聴ありがとうございます。グローブ紹介したいと思います。まず、ナイキえ中日の松坂大輔モデルの、えー、軟式の、えー、投資用の、えー、グラフです。ポケットの方が、えー、少し広,く広いタイプの、えー、ものとなっています、えー。こちらですね。 今ではもう発売されていない日本で製造されたモデルとなってます。で、続いてこちら SK、SSK ですね。の外野用グラブです。まあ、軟式の外野用グラブになります。まあ、特徴としましては、 まあネットのウェーブを使っていて、衝撃を和らげるようなタイプのものとなっております。色はげはしているんですが、まだ綺麗な方です。で、最後、こちら、Z の公式用のオールラウンド用です。こちらあんまり使っていないんですが、 Z になるので、えー、軽い特徴がまあ印象的ですで、えー、先ほどの軟式と違って中にクッションが入っていて革もしっかりして重たい感じがあります、まあ、SSK のまあ特徴ですと Z はまあ軽くて まあ操作しやすいというのがメーカーの特徴であるんですが、SSK だと、まあ、フィット感ですかね。この手のひらのフィット感を重点的に置いていて、えー、少しサイズも Z に比べると、手のひらのサイズがま小さく感じます。えー、僕にしてしましては、 Z の方がフィットするんですが少し小さいのかなというふうにも思います、まあ、こナイキの方は少しこの2社に比べて軽いという印象の真反対で硬いという印象がありますね硬い感じがします で入れた時にもこの横のあたりとかが細くてあのあのちょっと窮屈かなという感じはしますメーカーさんによってま特徴はありますのでえ皆さんもえグラブのデザインでなく自分の手に合ったメーカーをぜひ探してみてください今回も最後までご視聴ありがとうございました また次回も投稿しますので、グローブ紹介もまたやっていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみにください。